セガのオールネットプラスマルチの紹介をするこちらのコーナー、本日もあの2方々に登場いただきます。それではどうぞ。APM 宣伝担当セガの宇野です。よろしくお願いします。宇野サンタサンタさんだ。超宇野サンタサンタさんすごいな、宇野サンタすごい。なんかあのサンタ、イノサンタ、宇野サンタみたいになってるね。そしてもう一方、どうぞ。メリークリスマス、セガのセクシーサイトです。あ、また間違えた。えなんで台本に、あれ台本には一度盛大な拍手って書いてある。あ、ま、巻き目、はい。すごいはい、巻きまーす。いや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 、斉藤さんトンボみたいになってるからやめてやめて、おい、さすな、こらテラフォーマンスのメンバーちゃうから。トンボの力宿してないからやめなさい。噛み締めるほど怒るなよ。大丈夫、そんな大丈夫でしょ、斉藤さん。もう、ありがとうございます。サンマちょっと、いや、でも本当、宇野さんがサンタさんの衣装着てるんで今日はクリスマスだなって実感できますね。いや、大丈夫、なんか宇野さんもなんかこういう人をなんか呼び込みでいてるね。新宿とかで大丈夫。プラ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 やけど、宇野さん、サンタさんの衣装着てるってことはプレゼントを持ってきてくださってるってことですよね。どうなんですか、今日は番組の後半でたくさんプレゼントをお持ちしました。宇野さん、宇野さんだ、宇野さんだ、大丈夫、宇野さんだ、ありがとうございます。家でちゃんと家の自分のお家でのサンタクロースはできてるんですか、大丈夫ですか。あの昨日、あー、さすが事前にやってますね。ほっこりしたい、ね、うるかったですね、今の。ちゃんとイブにやってると、宇野サンタ、みんなの宇野サンタだと今日はね、ありがとうございます。隣で笑顔が固まってるあなたは、なんだろう、何しに来ました、何しに来た。じゃあいいですか、宇野さん。はい、早速インフォメーションしたまえ。あ、そういう上下関係ではさせていただきます。初めて上司と部下の関係見ましたね。はい、ということで、先週ですね、こちらの番組の方で発表させていただきました東海2015、こちらに APM の、ね、3タイトルが参戦決定し、そうです、これが全国大会の D1 アルティメットクライマックスプレイのこの開幕戦となりますという速報をね、そう、お伝えしたばっかりなんですが、坂の前倒しというね、はい、さようでございます。いいですよ、そういうの。そして今回なんと、うん、この放送日に合わせて、はい、各大会のルール、こちらをですね、インフォメーションさせていただきたいと思います。これはね、あまりルールは非常に、ね、重要ですよ、ね、大事ですから、もう左右しますからね、人によっては、はい、気になる方も多いと思いますが、では早速、はい、3タイトル、共通のまずルールを見ていただきましょうか。はい、はい、まずは、各タイトル共通ルール、これはシングル戦です。もうシングルね、はい、はい、主要キャラクターの変更は一度その予選出て使ったキャラは当然予選終わるまで不可ですけども、ただ別日に一回予選負けちゃったりして、はいはいはい、次の日また挑戦したいという時にキャラクターの変更は可能です。なるほど。あと予選抜けて全国大会決めた時に全国に別にそのキャラで進出しなくても OK。 なるほど、はい、違う風に変えてもいいと。そうですね、すごい我々の漫才の大会とほぼ似てますね。いいですね。そして一番重要なところですね、アイミーカードが必須になります。そうだ、アイミーカードが必須ですのでぜひこちらご注意ください。はい、あと間違ってもですね、優勝者、予選優勝者が他の予選に出場してしまうとこれくら替えみたいになってしまうので、あ、ね、出場が確認された場合は出場権剥奪ですよというのが共通ルールです。どんだけ好きやねんって話になりますからね。そうですね、全国制覇。さあ、そして各タイトルちょっと見てみましょうか。
デッドライブ5アルティメットアーケードおよびブレードアクス、こちらは1試合3ラウンド選手になります。3回勝ったんですか。そうですね、で1ラウンドが60カウント設定ということですので、はい、これはもう単純に60秒ということですよね、ですからこの時間配分としっかりと戦っていただく、しかも3ラウンド選手なのでちょっと時間長いですから、ここは頑張っていただきたいと思います。なるほど。そして電撃文庫ファイティングクライマックス、こちらは1試合2ラウンド選手、そうかは2ラウンドね、はいはい、そしてサポートキャラのなんですが、試合ごとに変更が可能です。サポートキャラは変えてもいい。そうですね。なるほど。ただこれも前回同様なんですけども、はい、じゃんけんで 1P2P の選択をするか、後入りをした場合には相手が当然サテライトを選ぶ際に僕はサポートキャラ何使いますっていうのを言ってもらわなきゃいけない。事前にね、はい、ですので相手が手の内を知った上で自分が後で入れるという一つメリットがあります、なるほど、はい、じゃんけんでね、はい、いいですね。ということでその他の、ね、詳細のルールなんですが、こちらの方が、各タイトルのホームページの方でいっぱい出ておりますので、ぜひこちらもご覧いただきたいと思いますが、そしてなんと店舗の開催店、予選対開催店舗ですね、今日大丈夫か俺、予選開催店舗なんですが、はい、今絶賛集計中、ひょっとしたら前大会よりもなんか好評なんじゃねえかっていうぐらい今集まってきてますね、すごい、これの集計をしなくてはいけないので1月中旬ぐらいに発表できればなっていうところで、なるほど、はい、その人数によって場所ね変わってきますからね。そうですね、はい、はい、分かりましたということになります。電気文庫ファイティングクライマックスでドアライブ5アルティメットアーケード夏に開催された予選とは変この特例、ちょっとちょっといるよ俺、先ほどのルールをもとに特殊な処理になってくださいね。俺いるよここ。というわけで宇野さんとさんプレゼントのお時間ですよということで、はい、はい、たくさん落ちましたのでプレゼントの方、順に紹介させていただきます。斉藤さんどこ行ったのまずは、電気文庫ファイティングクライマックスの完全攻略本を一冊、攻略本、はい、これ僕が手配したやつです。あ、これね、はい、はい、じゃあそれ読んだらいい。宇野さんありがとうとか書くなよ宇野さんすごい、今からでもいけるかな、うん、そしてさらに、はい、続きまして、コエテクモゲームス様から、アイムファイターと書かれてあるですね、チーム忍者さんの、このロゴが入っております。これはジャパンゲーマーズライブで全国大会出場者がもらった T シャツなので、もう一般にはもう売ってません。ないやつね、はい、M と L サイズがあります。あ、なんでこれも僕が手配したんですからねありがとうございます。はい、すいません、続きまして、モスさんから、カラドリウス LCL のですねポスターを一つと、はい、こちらにセットのになる形で、はい、うちはですね、あ、いいですね、これちょっとあの裏の面はこんな感じでちょっとお見せできないですけれども、ちらっと見せてしまいましたね、はい、これに、ステッカーを、はい、これ1セットとしまして、これでセット、ポスターとステッカーとうちわと、はい、サンタさんありがとう。サンタさん太っ腹よね。さらにさらに、恋姫演舞の開発元であるアンノンゲームス様からこれ全国大会のポップだ。そうですね、全国大会のポスターこちらと、参加するとですねもらえる、IC カードステッカ ー, ー, カー、こちらの方を一式、あ、これねワンセットで、うのサンタさんありがとう。うのサンタさんありがとうございます、はい、一致うるせえなすごいね最後に、そうですね、まだあのうのサンタさん、はい、メルティーブラッドアクトレスアゲインカレントコードの、テレフォンカード、あら、ちょっとレアっぽい、面白い、レアっぽい、テレカがレアですからねここに来てのテレフォンカード、はい、それを使えるで、その公衆電話探すのが難しい、めっきり見なくなっちゃいましたね。うのさんありがとうございます。すごいね、そのプレゼントで思い出したんですけど、メルブラ年内稼働どうなるかっていうこと。そうですよ、そうだそうだ、そうです、ね、どうなって、なんで俺消えてんだよどうなったんですか。なんと、はいはい、本日から稼働しております。やったー、よかった、8万方諦めしたけどなんとかなったよ、間に合いましたね宇野さん、よかったです、本当によかったです、頑張りました、よかったですね、よかったー。ということでまあね、超 APM チャンネルなんですけどもね、あの宇野さんもぼかし斉藤さんもね、まあいろいろとね大会準備もあって忙しかったと思いますけど、どうせ1月はちょっと休めそうですか、年明け。あの年明けちょっと私も宇野もあの
その例の店舗の選定であったりとか交渉事があってちょっとかなり忙しくなるので、もうほぼ休みないですね。そうですね、これはもう頑張っていただかないとね。これだけもユーザーの方が楽しみにしておりますから、ちょっとね休める時期まで頑張っていただきましょう。はい、はい、はい、APM チャンネルがなんでちょっと1月最初の方だけお休みいただけますんで、いただきますんで、うのさん、なんかうのさんだけでも、うのさんだけでもね、いや、じゃあ僕が遊びに行きますよ。まさか、まさか、まさか、ということでね、1月はちょっとの間すごい、うのさんとセクシー斉藤さんに会えなくなっちゃいますが、コッペパンから思ったらまさかのカメラマンの指という、ね、なるほど、1月頑張ってくださいね。はい、ということでまたね、はい、頑張ってください。そして最後になってしまうんで、メッセージなどもね、はい、まあ、またいつか帰ってきますけど、いや帰ってきますけど、このゲッチャは年内これで最後なので、一応ご挨拶的なものも、はい、はい、じゃあ、うなさん締めにしようか。今年も1年本当にありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。いいですね、はい、お願いします。さあ、それではうなさんお願いします。そうですね、うなさんカメラ目線が違います。カメラ口だよ。なんか本当に、なんでこんなことになってんだろうっていう1年でしたけれども。やっと気づきましたか。これでいいです、これでいいです。5000円になんとか答えられたかなというところで、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。俺もいるよ、スタッフ俺もいるよ。ということでプレゼントの応募方法は番組のエンディングでご紹介しますので、はい、お願いします。一年ありがとうございました。ありがとうございました。また来年よろしくお願いします。はい。